今回はですね、フッサール先生とインガルデン先生の私的な交流を語らせていただきまして、後半で現象学的文学研究について語らせていただきます。はい。ローマン・インガルデン先生は、オーストリア・ハンガリーの生まれで、ポーランドの哲学者ですね。フッサール先生から、自分の最も優秀な生徒と認められたっていうんですね。それでは早速ですが、今回は、フッサールとの出会い、フッサールの回想 フッサールからの手紙、現象学、その他の話をさせていただきます。まずはフッサール先生との出会いです。1912年、インガルデンはゲッチンゲン大学に留学した。最初は何気なしに出席していたフッサールの講義に感銘を受ける。1913年にはフッサールのゼミナールに出席し、現象学に関心を寄せるようになり、 1913から4年の冬学期中にフッサールの下で白紙論文をまとめることの了承を得るに至ったって言うんですね。インガルデン先生のフッサール先生の回想の中にこのようなものがあります。私は一度彼がどれほど孤独に研究生活を過ごしているか、彼の書斎のガラス扉を通して見たことがある。そして彼がいかにも不安げに室内を歩き回り、もどかしげに身振り手振りを繰り返しては、 時たま書机に座ってすぐ起したかと思うとまた再び立ち上がって部屋の中を歩き回るのを見たっていうんですね。いや、学問の世界も厳しいもんですね。それでは次に、インガルデン先生がフッサール先生から手紙をもらってるんですよ。そこにはこのような音が書かれてありました。親しい友へ、心からの感動と喜びを持って私は貴君の工場の11月15日付の頼りを読みました。自分の弟子にこんな感じで手紙を書くんですね。 私の考えていることを先取りしてしまうような弟子がいないと不平をこぼしてきましたって言ってるんですね。でも、インガルデン君君は違うよってことで、存在論的側面に限ってのことですが、一つの先取りであるように思われますって言ってるんですね。でもこのことには多分に励ましが含まれていたようなんですよ。ちなみに存在論とは、何が存在し、それらがどのように存在するのか、そしてそれらの存在をどう理解するのかを探求してるんですね。それでは次に、 フッサール先生、インガルデン先生といえば現象学なんですが、簡単に現象学を説明しておきますと、私たちがどのようにして世界を経験し、意味を構築するかを理解することを目的としているんですよ。フッサールのスローガンである、事象そのものへは、先入観や理論を排除し、意識に直接現れる経験をそのままに記述することを求めますっていうんですね。 インガルデン先生は文学研究にこの現象学を用いるわけですよ。となるとですね、従来の文芸学に対してこのような批判をされることになります。大抵は詩人の想像力や作品から誘発される読者の印象体験の次元に還元して行われるのが普通であった。両大戦間の時期に様々な国において文学研究の方法論領域での活発な運動が起こった。 だが同時に個々の作品の具体的研究にあっては、その文学作品感は点でバラバラであったし、このことのために研究方法や個人の芸術作品の違いは極めて顕著であった。今世紀初めになっても相変わらず活気を呈していた美学、特にドイツ美学の心理主義的傾向、ディルタイの心理学とその歴史主義の余波を受けて、 依然として他の問題領域、とりわけ歴史を帯びた詩人の個性心理学へと脱線していた。ただ徐々にではあるが、文学研究の領域でもフッサールの反心理主義や今までとは違った美学の方向づけが台頭し始めていたっていうんですね。つまり、文学研究というものを人間の心理やそのプロセスを研究することでなそうということ自体が間違えているって言ってるんですね。ええー、じゃあどうやってやるんですかって言われると先生は、 文学研究っていうのは二つの方向性があるっていうんですよ。まず一番目。研究ないし、認識されるべき等のもの、つまり文学的芸術作品がどのように構築されているか、という文学的芸術作品の構造。二つ目。究極的には文学的芸術作品の認識に向かう作品の取り扱い方とは本質的にどのようなものか。 還元すればこの芸術作品を認識することがいかなる形で行われ、いかなる点に進んでいくべきなのかという作品認識のあり方の面であるって言われるんですね。つまり先生は作品の構造とその認識のあり方を明らかにするって言ってるんですよ。ではそのことで一体何になるのって言うと先生はこのように言われます。 我々がここに文学的芸術作品において設定する目標は謙虚である。我々は差し当たり文学的作品の本質自立性だけを明らかにしたい。本質自立性というのは、文学が自身の独自の原理や法則に従って機能し、その理解や解釈は他の知識や文化の体系に依存しないという概念なんですよ。ということで、 文学的作品の本質自立性を明らかにすることで、その後で初めてここでなされた主要な成果が美学的考察への道を開くことになろう。今日様々な側面から取り扱われる特殊に美学的芸術論的問題は、我々の考察外に置かれ、後になって初めて我々の成果の反省の上に立って着手されねばならないであろうって言われるんですね。それはなぜかというと、 我々は芸術的あるいは文化的価値の高い作品だけを文学作品だと考えているわけではない。我々は差し当たり何が価値ある作品と価値のない作品とを区別しているのか。また特定の作品が価値とりわけ文学的価値を持っているとは本来どういう意味なのかを知らないっていうんですね。うん、確かに我々は B とか I について知らないかもしれませんね。どうなんでしょう。 とということで今回のローマン・インガルデン先生の「現象学的文学研究」「我々は文学的価値の意味を知らないのだ」の話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。